タウのケユヒケは、フィンランド、ロバニエミ出身の元スキージャンプ選手。1970年代にフィンランドを呼び、カナダ代表として活躍した。ウナスバレン・ハイトスラに所属していたケユヒケは、1969から1970シーズンのスキージャンプ週間では、第4戦ビショフス方編の22位が最高と、振るわなかったが、1970年、 ノルディックスキー世界選手権では5位に入賞した。1970から1971シーズンのジャンプ週間では、ガルミッシュパルテン・キルヒエンで3位となり総合4位。1971から1972シーズンはインスブルックで3位。ガルミッシュパルテン・キルヒエンでは2位となり、総合3位となった。1972年札幌オリンピックでは70メートル98位。 90m 級では4位となった。1974年ノルディックスキー世界選手権 70m 級6位。1975年に国籍をカナダに変更。1978年ノルディックスキー世界選手権ではカナダ代表として 90m 級5位入賞を果たした。1979から1980シーズンにはスキージャンプワールドカップに出場。 1>, 1月19日のサンダーベイでは6位となった。1980年レークプラシットオリンピックでは70メートル級30位、90メートル級26位に終わった。オリンピック終了後現役引退した。ありがとうございます。